皆さん、おはようございます。マーティン、でーのミラクルボーイ、地元イケメンのキングタクです。えー、鶴岡市ーツ、カモ水族館、クランゲドリーム館が、なんと、今日から催しが再開するそうでございます。館長、奥泉和也さんが、えー、新型コロナウイルスの感染拡大防止で、休止だった館内の催し、9日から再開すると公表したそうでございます。クランゲの生態などを解説するクランゲのお話と、アシカやアザーシの特徴を紹介するステージ、 ひで足の時間について、人数を制限し、1日3回ずつ行う。冬期間休止までは11月30日まで。やはり、足化粧も見れて、うれしいじゃんうん。これは嬉しい話でございます。はい。ぜひ、鴨水族館、あ、さらサさらサさらり来てください。 あー、魚を食えば、アーム、アーム。以上です。バイバイ。